くるるん、お帰りなさいませ。メリーさんちでお給仕してるくるるです。はい、今日の動画はですね、コンカフェだけじゃなくて社会に出ると超重要な話になります。結構前に私が新人になりたいなみたいなことを新人の前でぼやいた時があるんですよ。そしたらなんか新人の人が、くるるさんはわかんないかもしれないですけど、新人は新人で大変なんですよみたいなことを言ってきたんですよねなんで両者の視点から感じる仕事において上の人と下の人はどっちが大変か、お互いのね実は大変なところを解説していきたいと思います。上司と部下でそれぞれの責任や立場や負担の理解を深めることで仕事環境や相互関係を向上させるのに役立ちます。この話はね、上司の愚痴をつらつら嘆いてる人や、上の人は全然分かってくれない、自分はこんなに頑張ってるのにって思ってる人へ、それはね違うんです。あなたがやるべきことは頑張ることじゃないんだよっていうののね、新視点的なものが生まれるかもしれないです。またね、無能な部下に悩まされる人にとっても、なるほどっていう気づきになるので、ぜひ最後まで見ていってください。上司と部下のそれぞれが直面する課題、責任負荷について、まずはね上の人の大変な部分を話します。というのが、世の中の大半は下の人になるので、知らないことをねまず知った方が有益になるので、上の人の大変さとは、下の人からすると見えない上の人の大変さっていうのはいくつかあるんですけど、一つずつ解説すると、一つ目ができて当然、上の人はできて当然という立場なので、まずねできないということがありえないんですよ。新人のねことはね、見られ方も立場も全然違うので、同じミス一つとっても周りが感じる重大さが全然違いますよね。はい、二つ目、関わる人が多い。下の人にとっては上の人は少数だけど、上の人にとっては下の人は多数いるんですよ。階級と人数の相関関係は必ずピラミッドのように上に行けば行くほど狭く少なくなっていくけど、逆にね下に行くほど広がって多くなっていきますよね。一般的な会社でも社長が一人、役員は数人、幹部とか役職者は少し増えて、その人はたくさんいるじゃないですか。上の人の仕事には下の人の教育や管理、指導、マネジメントなど、部下一人と接するのではなく、部下何人も何十10人もと接するので、その分大変なんですよ。上司一人の機嫌を取る方が、部下何人も何十人もマネジメントするよりはるかに楽ですよね。3つ目、自分以外の成績が自分に影響する。かっこね、自分だけが数字を出してもダメ。上司はね、部下の業績や成果に責任を負って、結果が出なければね、それは上司の責任になりますね。その責任のね重圧はね、常に上司の肩に乗ってるんですよ。部下に動いてもらうのも、部下が意味わかんないことするのも、部下のミスも全ては上司の責任なんですよね。自分のね成果だけを気にすればいい下の人とは違って、上の人は自分の成果は当たり前に出しつつ、部下のマネジメントもしっかりしないといけないんですよ。4つ目、責任感の重圧。下の人はね極論嫌になったら逃げれるんですけど、上の人はねそうもいかないですよね。下の人の生活もかかってたりするので、もう嫌だからやめようみたいなことができないです。5個目、全体の未来を考え決断することが時にね非常に見られる。上の人はね多数いる下の人間全ての人の共感満足を得られるのはね物量的に不可能なんですよ。10人いれば10通りの考えがあるので、まあ無理ですよね。例えば貢献度数で優遇する判断をした場合、貢献度の低い人は不遇になるんですけど、逆に貢献度関係なくみんな平均平等みたいな感じで接したら、結果的に頑張ってる人に対して不遇になるんですよね。どちらもね取ることはできない場面がたくさんあるけど、やり方を少し間違えると不満屋がね生まれて大きな眼化することもあるんですよね。6個目、優しさがあだとなる立場。気持ち的には優しく接したくても、それが組織的にマイナスになることが往々にしてあるので、本意とはね違う接し方や指導をする必要もあります。まとめると、下の人を育てることができれば上の人は楽になる可能性が高いけど、できなければ上の方が圧倒的に大変です。下の人の大変さなんですけど、新人の頃は慣れるのが大変です。覚えることが多いのでね、上の人間に気を使うことがある。またね、上の人間に仕事ができない、おつぼねみたいな人がいた場合、それはねめっちゃうざいと思いますけど、基本的には自分が未熟だからそう感じるだけで、成長した時にね、あの時の自分はちょっと甘かったなとか、考えが若かったなみたいなとか、間違ってたなとか気づく時が来ます。でそこまでに数年かかるし、気づかない人もいます。ある程度自我が芽生えたタイミングで会社の方針と噛み合わなくなる。仕事もね覚え出して、ある程度世界が広く見えたタイミング、いわゆる自我が芽生えたタイミングで組織の方針に対してヘイトが生まれて、すり合わせができないでやめようかなとなる。どこまで行っても会社組織っていうのはボランティア団体じゃなくて、営利をね追求する組織なので、理想と現実の違いが少なからず生まれますよね。理想を追いたい人はその瞬間にきついと感じるかもしれないです。まとめるとなんですけど、圧倒的に上の人の
方が大変なので、楽をしたいだけの場合は下の人で居続けた方がいいのと、まあ、その中でね上をやってる人は大変ですよね。私がねこういう話をしてるからか、結構仕事の悩みとかは話しに来てくれるお客さんが多いんですけど、まあ、私のねあの勉強にもなるしね、私そういう話聞くの結構好きなんですよなんでいつでもねぜひ話しに来てください、はい、今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。